Thank you.
守ろうという気持ちでマウンドに上がってましたので、なんとか抑えることができてよかったです。
5勝目ということになりました。失礼しました、115球最多115球で5勝目となりました。今日も熱い声援で背中を押してくれたファンの皆さんへメッセージお願いします。今日も熱い声援ありがとうございました。チームとしても苦しい状況から今日から練習していくと思うので、たくさんの応援よろしくお願いします。続いて山本選手に伺います。はい、1回先頭打者として打席に入りました。連敗が続いている中でどういった気持ちで打席に入ったでしょうか。いや、やっぱり点が取れてないというのを一番打者としてやっぱり勢いつける打撃を初回から見せられなかったかなというのは思ってたので、今日はいい形になってよかったです。初球から思い切って振り抜いていきましたが、手応えというのはいかがでしたか。いや、あんな方向に打ったことないんで抜けろ落ちろそれだけ祈って走ってたんですけど、ファンの声援で入ったのを確認しました。ご自身もお気づきかと思いますけれども、いずれも先頭打者ホームラン、しかも初球を打っての先頭打者ホームランということになりました。そう言われると簡単に出てるような言われ方に聞こえます。まあ、ピッチャーの立ち上がりとかね、相手のマッチアップとか考えながら行く打席と見る打席と、やっぱり交流戦だと情報も少ないんで、チームに何かいい、影響がある打席に1打席目はまずしたいなっていう考えてるんで、今日は行くっていう気持ちが、形になったかなと思います。中盤までお気に入りのある交流戦の中でセンターのポジションから森下投手の背中をどうご覧になってましたか。いつもピッチャー陣には苦しい点差の中で投げてもらってるなって本当に野手としては感じているので、早く追加点が取りたいなと、そこまで頑張ってほしいなと、思ってました。大山選手の活躍もあってチームは連敗を5でストップしました。今後に向けて意気込みをお願いします。やっぱ点が取れない試合だとファンの方も見に気概がないと思うので、夏休みまでにはいい形を作っていってたくさん見に来てもらえるように野手としては考えたいと思います。ありがとうございました。最後に田中選手の話を伺います。2試合連続のスタメン起用ということになりましたが、その連敗で重苦しいムードの中、今日はどういった気持ちで試合に入っていったんでしょうか。チーム全員で連敗を止めるという、強い気持ちを持って、挑んだ中で、秋山さんが勢いつけてくるホームランを打ってくれたので、そこからいいリズムが出てきたかなと思います。そして6回のチャンス、3ボール1ストライクから、どういった狙いで打っていたんでしょうか。そこは自分の中で1球目を打って、6回もでしたので、もう修正して、外野フライでもいいやということで、丸が最後にあるの、エラーが。そして8回には再び犠牲フライで今日2打点の活躍ということになりました。見事スタメン起用に応えましたが、このあたりいかがでしょうか。出た試合とね、全てにおいて、チームの、勝利に貢献したいと思ってますし、また今日の、僕の打席を、若い選手が見て、どう感じてくれるか、ヒットじゃなくても点は取れるっていうのを、
します。ファンの方にメッセージをお願いいたします。そうですね、まだ僕はベテランだと思ってないので、そして分かりましたね、夏休みまでと言ったんですけども、明日から爆発できるようにね、チーム全体で戦っていただきます。ありがとうございました。